どうもお疲れ様でございます。今回の AI 無料ツールなんですけども、ついに出ました。あのイラスト屋が AI とガチンコしてしまったというね、合体してしまったというものです。これ私も今初めて開いて初めて試してみるんですけども、どうでしょうかね。例えば三味線を、あら三味線ね、三味線を弾く男女としてみましょうかね。どんな画像が出るのか楽しみですよ。これはどういう風になりますかね。でどのぐらい時間がかかるもんなんでしょうか。実際の生成時間を持ってこれ考えてみたいと思います。生成には30秒以上かかる場合がありますと書いてますね。ってことは30秒以下で大体の場合できてしまうってことなんですね。あ、ちなみに私キャラクターをね選択しなければならなかったんですけども、してないですね。これ大丈夫かな。はい、ゲージがどんどん上がってきております。すいません、リアルな時間でやりたいのでこのまんまお願いします。あ、出ましたね。わずか10秒ぐらいで出ました。これ雰囲気出てるじゃないですか。三味線を弾く、まあ、三味線っていう楽器がちょっとねギターみたいな感じしますけども、うん、そしてあの透かしが入ってますんでこのままは使えないんですけども、雰囲気出てますよね。これいいじゃないですか。なかなかいいと思いますよ。へえ。で比率も変えれるんだね。へえ。4.3 に行きましょうかね。背景透過もやることができる。詳細設定もあるんだ。ああ、プロンプトね。なるほどね。まあ難しいことはできないんで、結婚式2人きりの結婚式で男の子女の子でやってみましょうかね。今度はどうでしょうか。ね、2人きりの結婚式ってのはちょっとね逆にロマンチックな気がしますね。私も今の奥さんにね、理想の結婚式があって言ったら、新婦さんしかいなくって誰も来てない2人きりの結婚式やりたいとか言ってましたよね。まあ実際は我が家地味婚で、本当に直接の縁のある方だけを呼んで、家族を呼んでやったんですけどね。はい、あ、どうでしょうか。はい、2人きりの結婚式、これは2人きりの結婚式ですね。これは、あ、そういった結婚式がいいんだみたいなこう理想を語り合ってるところかな。まあ、これは2人きりの結婚式が終わって誰かがね喜んでるところみたいな。これも新婦さんと2人きりの結婚式に介添人がちっちゃい女の子がいるって感じですか。なんかいろいろ想像しますけどね。これなかなかよくできてるじゃないですかね。あの細かく見るとちょっと変なんですよ。結婚式の服装じゃないだろうがとかね、これ教会なのかそれとも信徒なのかなんだみたいな。まあでも雰囲気全然出ますよね。十分使えるんじゃないですかこれ。あとはおそらくですけども、有料プランにしないとこの透かしが消えないんじゃないかなと思いますね。これダウンロードみたいなところがありますけども、ダウンロードしてみますよ。はい、ダウンロード成功です。どうなるでしょうか。こうなりました。あ、透かし入ってないや。使えますよこのまんま。いいじゃないですかねこれね。はい、ということでございました。ぜひね動画概要欄の URL からお試しください。それじゃあ。